ツーアウト。おっと叩きつけた。ワイルドピッチ、そしてランナーもう一人帰ってくる。ツーランワイルドピッチ。ここでバッテリーに痛いミスが出ました。いや今のはもう一番やってはいけない、ね、ミスですよね。ですから本当の、まあね、ちょっと前の試合でも牽制暴投とか、ね、いろいろ、ね、あのミスで点が入ったりもしてましたしね、はい、やっぱりこういうことがあるとやっぱなかなか、ね、こう勝ちに結びつかないですよね。そして最終的にも大事な大事なもう9回に追加点を取られてしまって、そして低めのボール、バットを振っていません。そして三塁ランナー帰ってきた。さらに1点、ワイルドピッチで3人のランナー全て生還しました。いやこれ新庄監督はちょっとねもう